ハロー YouTube。 はい、どうも、てしろです。今回ですけども、カー X ドリフトレーシング3のね、先行プレイができるということで、早速やらせていただきたいんですけれども、やっとね、この神ロード、前回はエビスのね、オープンワールドをやってきましたが、今回これ神ロードね、やっと解放されたんでちょっとやってて、このあり合わせのね、ゲットしたパーツとかでこう組み上げたこの適当なチューニングの S13 が出来上がったんでね、まぁ、ちょっと前回よりは進化してる状態、このリアル SR サウンド、そして SR フィールが感じられる、そんな仕様になっております。というわけで早速ね、やっていきたいんですが、神ロード、これかなりね、進化してるということで、これね、期待してるんですが、早速行ってみましょうか。軽くね、流しで、もうコースが分かってないんでね、もうこの時点でなんかね、ドリフトレーシングオンラインの神ロードとはなんかちょっと違ってね、かなりこう日本味が増してるっていう感じ、ジャパン味が増してますよね、これね。うわー、楽しいな、これ。かなり日本の峠って感じが出てますね。ほら、こう桜がね、こういう風にあったりとか、この先はどうだ、ちょっと探り探り行かないと事故っちゃうんでね。こう初見なんでね、安全に、安全第一で、あ、こっちはなんか分岐点があった、ぶつかっちゃった。早速クラッシュ、下りですね、なんかこっちは。うわ、すごいスピードが出ますね、なんか下りの感じ怖いですよ、かなりこれ。うわ、すごいですね。止まれる気がしない、壊れちゃう。ここはなんかあれですね、やっぱ、あ、死神のシーンのあそこですね、これは。なんかいいとこ取りな感じですかね、日本の峠のよくある、これターンパイクのあの感じ。これなんか左の方もありそうですね、これ左の方にも料金所がありますね。なんかこれかなりでかいんじゃないかな、この有料道路のね、ゾーンみたいな。これちょっとマップをちょっと一回見てみましょうか。マップ、今料金所がここでみたいな感じになってるんですか。まあ、でかいですね、これやっぱジャパンオープンワールドっていうコンセプトな感じ。料金所今通ってきて、あ、この辺はね、もう地形的にもかなり暑そうな感じ。ロシアンスポット、生狩り的な感じですかね、これね。あと、この辺の地形で言うと、なんかこう、いろは坂とかをね、思い浮かべさせてくれる感じ。まあ、この辺がね、多分このお楽しみスポットって感じですかね。ちょっと行ってみよう、ここに。このまままっすぐ行くと多分、出てくるかな、あの辺の分岐点ね。まあ、かなりこういう感じで、でかいんですよね、マップが。このエンジンブレーキのね、こういうフィーリングなんかも素晴らしいです。あ、これなんか見えてきましたね、右手に。お、なんか跳ねた。ここね、なんかときめきのいろは坂的な感じ具合なんかもあって、あ、あれはドリフトレーシングオンラインにもあった、ね、五重の塔みたいなやつ。うわ、すげえ登ってますね、これ素晴らしい。この峠、ほぼ初見ですがかなり楽しめる、そんな美味しいとこ取りなレイアウト。めちゃくちゃ楽しい、この絶妙なコーナーのR というのか、ドリフトしやすいですね。あ、バンパーが。もうちょっとチューニングがこう思い通りいけばって感じですが、意外とこうね、課金要素とかがあって、こうね、すぐにポンポンとパーツを買ったりつけたりはできないというかね、
そういうところちょっとね、ソシャゲ要素はあるんですが、まあ、でもこの今のね、ライトチューンというかこういう状態でも全然楽しい、そして気持ちいい、リアルな挙動がありますね、これね。なんとなくこう初見でも結構走りやすいですね、この峠。この低速トルクのなんか感じが、で走る感じ、これがすごいリアルっぽい感じがします。ああぶつかっちゃう、ああバンパーが。僕のプレイ環境ですが、これ今ね iPhone11、iPhone11 でこれ今試しに高画質、まあハイとかでやってますね。ちょっとね気持ち操作に遅延というか処理落ち感が多少出てくるんで、前回エビス動画の時はミディアムでやってたんですけど、やっぱね快適性とかも求めるならミディアムぐらいがちょうどいいのかもしれない。 iPhone11 だとちょっと負荷が増えてくると、なんかこうちょっとね動作の遅延というかそういったものをちょっと感じたりしますね。こっからなんか分岐がありますね。これ右行ったらどうなんだろう。右行ったらまた戻るのかな。ちょっとファストトラベルとかも使ってみましょうかね。ここら辺の今生がりなスポット、こっち行ってみようか。ここにちょっと飛んでみよう。あ、この感じ今いい感じですね。あのロゴ、神ロードのオープニング画面みたいな。あ、これがさっき自然と走ってた部分かな、これね。ここ、あーここいいですね、このコーナー。あー、これは楽しいですね。ちょっとテクニカルな感じ、ちょっとはみ出しちゃった。この辺から生狩りなスポットじゃねえな、これなんか違うな、逆の方だな。さあここの峠セクションの方ね、行ってみましょうかね。生狩りなスポット、これを多分 U ターンする方向かな。こんな感じでね、景色なんかも素晴らしい。おー、なんかいい感じのコーナーが、もうすでに、あ、ぶつかっちゃった。あ、これはすごい。これはいいコーナーですね。下り難しいけど、これは攻めがいがあるというか、スピンもリアル。こういう感じでね、キャッツアイを絶妙に避けながら行く感じ。なんか難しいな。こっからの景色はね、なんかドリフトレーシングオンラインのあの神ロード思い出しますね。これね、やっぱタイヤがこう今ね減ってくると、タイヤがこれ今 3% とかになってくるんで、まあ、そうなるとやっぱグリップ感がね、あの全然少なくなってくるっていう。まあ、これタイヤをちょっと、もうちょっと食うタイヤとかにね、これしてみて、養老タイヤにやってみましょうか。回りやすくなってるんでね。さあ、タイヤ交換。ああ、全然挙動が変わる。これね、タイヤがこう今ね、1% とかになってきてるんで、まあ、かなりね、減ってきてる。まあ、こうなってくるとやっぱ滑りやすくなってくるんですね。ちょっと一回バーストさせてみましょうか。タイヤが減ってくるとすごくこう、今 0% になりましたね。これこの状態だともうツルッツルな感じになるんですか。あ、今バーストしましたね。あーとクラッシュあ、こういう感じでね、あのバーストするんですよね。でこうバーストした状態だとこうホイールで走っちゃう、こう火花が散っちゃってね、こういう感じで。
これでもまあなんかギリギリすごい滑るけど走れるみたいな。ではタイヤ交換行ってみましょうか。タイヤのマークを押して、リアのタイヤですね。これちょっと空タイヤにしてみましょうかね。こういう感じでインストール。この状態でやると今 100% になりましたね。グリップ感も変わるんですよね、結構。おー、走りやすいのか、これは。トラクションがね、縦のトラクションがちょっと増したような感じあります。進みますね、前に。これまた走り方をね、やっぱ変えないと結構今までとは全然違う動きにタイヤだけでなりますね、こうやって。うわー、楽しいな、やっぱこの峠。はい、ここがね、神ロードの、やっぱこの辺がね、一番やっぱ楽しいゾーンですね。このバゴダ、生上がりなスポット、ロシアンスポットというね、まあ、この辺がやっぱり楽しいゾーンになりますね。やっぱりね、こう、iPhone の熱が持ち出してくるとね、iPhone 本体が熱々に今なってるんですけど、なってくると、やっぱりなんかこう、操作遅延だとか、そういうのがちょっと、気になり始めますね。明らかにこう快適じゃなくなってきてる感じに出します。ちょっと遅延感が出てきたかなと、画質もちょっと乱れてきた感じがしますね。これクーラーみたいなね、あれが必要かもしれない。冷却ファンというかね、ああいうやつをつけたりするともっと快適になるかなというね。やっぱかなりこうね、スマホ本体に熱を与えていく、熱を持たしていく。こう、エンジンブレーキとかはね、こう、サイドで待ってる、そういう感覚がすごく実車っぽさがありますね。あんまりうまく走れてませんが、こう、溝落とし。はい、こんな感じでね、神ロードを走ってきましたが、まあ、かなりね、広大かつ、まあ、レイアウトがね、すごく素晴らしい、楽しい、日本のね、峠の、美味しいとこ取りなレイアウト、そしてこう雰囲気ね、道路の雰囲気とかそういったものが、まあ、かなり日本の空気感ね、近づけられているんじゃないでしょうか。まあ、車とかをもうちょっとね、自分好みに仕上げられたりすれば、このチューニングとかをね、ずーっと走れそうなこういうレイアウトになってますね。はい、というわけで楽しい、神ロードでした。普段はね、カーエクスドリフトレーシングオンラインとか、カーエクスストリートとかね、あとアセットコールサー、まあ、なんかグランツリスモとかね、なんかいろいろ参加型ドリフト生放送とかやってますので、ぜひおもてなし太郎チャンネル登録よろしくということで、また会いましょう。以上、おもてなし太郎でした。またねー。